ここは律社コアの深部、私たちの精神が互いに通じ合う場所よ。私、夢を見てるのかな。そうだと言っても信じてくれないでしょ。どうして早く教えてくれなかったの。あのジャケット着てないのね。え、ずっと着るって言ってたから。あ、それは冗談よ。キアナちゃんはいろいろ変わったわね。そうかな。私たちは何も変わってないってそう思ってるよ。ええ、その通りね。つまりここは記憶や魂のかけらと出会える場所。そうだよね。そんなところかしら。ただ私たちは本物の私たちで、本物の意志を持ってる。ここはもともと崩壊の意志が作った空間。以前偶然その存在に気づいてこんな使い方を思いついたの。崩壊の意志？それってすごく危険なんじゃん。平気よキアナちゃん。それが私に影響を与えることはないわ。でもこうして交流できる時間もそう長くはない。キアナちゃんたちはオットーの脅威に向き合ってると思うんだけど、状況はどうなの。学園長、ブローニャ、それから委員長が全力を尽くして前に進む機会を作ってくれた。ネゲントロピーの人たち、ゼーレ、ロザリア、リリア、それからまだ天命に所属してるバルキリーたちも自分のやり方でできることをしてくれた。今私とデュランダルは同じ目標のために最後の戦場に向かおうとしてる。多分これが最後の戦いになると思う。デュランダルさん、仲間としての彼女はとても頼もしいから信じていいと思うわ。それなら私も力になりましょう。これは支配劇場の時と同じだってそう思わない。制服の雷、私の力を受け取って。同じことが何度あってもキアナちゃんの失った武器は私が作り直す。ありがとうメイ先輩。さあ行きなさい。時間がない。そうでしょ。メイ先輩、私。いいの、分かってるから。キアナちゃん。うん。メイ先輩に話したいことがたくさんあるの。でも、やっぱり今度会う時に話すよ。次は直接会えるんだよね。ええ。じゃあ、行ってくるね。私の戦いを楽しみにしてて。負けないで、キアナちゃん。もちろんだよ。メイ先輩がいてくれれば百人力だもん。そうね。なら、ちゃんと感じて。この百人分の力を。今だ。一刀両断。デュランダル、今だ。分かってます。ありがとうメイ先輩。
私に任せてください。ビアンカ、キアナ、やっと来てくれたんだね。アポカリプスの名において典型を迎える瞬間を共に見届ける君たちを歓迎しよう。君たち、本当に準備できたのかい？私に代わって、デュランダル。支配はすでにつき、約束も一時的に消滅したが、それらは僕に時間を、邪魔が入らない場所をくれた。そのおかげで僕は律者を超え、直接神に到達したんだ。最後の晩餐の前菜といったか。僕の英雄たちよ、心から感謝する。昔も今も僕は君たちに嘘をついたり絶望させたりしたくはなかった。もちろん僕は君たちの尊厳をないがしろにするまで世話をしようとは思っていない。この虚数の存在とは言えないだろう。頑張れ、バルキリーたち。準備を。もうすぐ戦闘に入りますよ。あれは虚無の盾。待ちたまえ。
ここの主として君たちをもてなそうではないか。隠滅はここに帰り、神聖はここから生まれ、この力は凡人のものでも律者のものでもない。君たち虚数の最初の姿、大戦世界の真理の化身である。この偽りの神の力をよく味わうといい。魂を沈めよう。舞踏の歌といこうか。君たちの真理は全てを壊せない。舞踏の歌といこうか。かすり傷、僕の孤独を感じるがいい。舞踏の歌といこうか。沈まる、かすり傷です。舞踏の歌といこうか。魂を沈めよう。頑張れ、僕の英雄たち。僕は地上に降り立つのをずっと待っていたんだ。うるさい、黙って。舞踏の歌と。ああ、いいだろう。僕の演技はたまに自分でも気分が悪くなる時があるよ。君たちの真理は全てを壊せない。舞踏の歌といこうか。魂を沈めよう。この列全てを断ち切る。君たちの真理は全てを壊せない。キアラさん、ここは私に任せてください。沈まる。かすり傷です。Huh?
沈まる。かすり傷です。魂を沈めよう。惜しいですね。沈まる。武闘の歌と行こうか。僕の孤独を感じるがいい。武闘の歌と行こうか。かすり傷だ。君たちの真理は全てを壊せない。武闘の歌と行こうか。かすり傷です。沈まる。